週刊少年チャンピオンは秋田書店が発行する日本の週刊少年漫画雑誌。1969年7月15日創刊。毎週木曜日発売。略称はチャンピオン、週ちゃんなど。発行日及び発売日は毎週木曜日。定価は270円。マスコットキャラクターはツートンカラーの大きなシルクハットをかぶったヒゲが。 特徴的なアイドルマークであり、正式名称は、小ちゃんである。指名ロゴはかつては、毎年変更されていたが、1991年度以降、現行のものになっている。過去の掲載作品の変遷の影響により、他の週刊少年漫画誌と比較して自由な作風で、活悪の強い漫画が多く掲載されていると、形容される。 チャンピオン読者そのものの絶対数が他の週刊少年漫画誌に劣ることから雑誌内での相対的な話題作がそのまま絶対的な売り上げに反映されづらいのが現状である。書店での単行本の入荷量も他の週刊少年誌の作品に比べて少ない。新人作家のための増刊号が発行されていないが、その代わり読み切りや短期集中連載が多く、 ほぼ毎週そのための枠が確保されている。それらの作品は読者から好評と判断されれば比較的早い段階で迷子を連載が始まる。不人気による打ち切りも多種同様に存在する。打ち切られた作品でも極端に人気が少ないと判断された場合少年チャンピオンコミックスが発刊されなかったり単行本の売り上げが極端に悪いと判断された。 場合は、最終巻まで発刊されない時もある。実績のない作家の単行本の第一巻の発行部数は、多くの場合同情多種と比較しても、非常に少なく抑えられているのも特徴であり、その売れ行き加賀により連載時の待遇が上下することが多い。そのような作家で連載当初から人気のある作品は、初版が発売直後に品薄となり、 しばらくの間入手が困難となることもある。また、重版する場合も初めは、増刷一回あたりの部数は少なく抑えられている場合が多いので、発売より数ヶ月経過して、ようやく出回る場合がある。月刊少年誌、冒険王、漫画王を手掛けていた秋田書店が、週刊少年誌の時代に対応すべく、1969年7月に、 フレッシュな少年週刊誌の歌い文句で、少年チャンピオンの使命で、各週刊誌として創刊。創刊号の表紙には、キックボクサーの沢村氏が起用された。前年に創刊され、新人中心のラインアップで勝負を余儀なくされた、集英社の少年ジャンプと異なり、手塚治虫や斎藤、高尾など有力作家を連載人に揃えた。 1970年6月24日、発売後からの週刊化に伴い使命は、週刊少年チャンピオンに改められた。創刊の経済的基盤を支えたのは、大手出版社が本腰を入れていなかった進化規範の漫画単行本、サンデーコミックスのヒットによるものと言われる。この時期の人気連載として、夕焼け番長、しり一家、狂人軍、ガッツ順、宇宙エンジン、 ゴリ、太陽の恋人、原始少年竜、バビル2世などがある。1972年4月に、壁村大さんが編集長に就任して黄金期を築く。壁村は、実売で24万部と立ち遅れていた同志において、全編を読み切り形式に変更する改革を断行。劇画路線で青年史家が進んでいた、週刊少年マガジン。 週刊少年サンデーに対して、王道的な少年路線で躍進。シリーズとして発展した、ドカベンや、ロングセラーとなった、ブラックジャックをはじめ、マタロウが来る。マーズ、キューティーハニー、番長惑星、恐怖新聞、二人と五人、百億の昼と千億の夜、ガキデカ、ガツト、スッポン、乱暴、レースハとレーナナナナナナ、青い空を、白い雲が駆けてった。 750ライダー、エコエコあざらく、夕日が、丘の総理大臣、マカロニほうれん草など、人気作品が、数多く連載され、スポコン、学園ものホラー、お色気、ギャグといったほぼすべてのジャンルを網羅。発行部数も、週刊少年ジャンプと競い合う形で、1977年1月には200万部を、突破し、ついにトップに立った。しかし、 1981年壁村は病魔に倒れ、一旦編集長を辞任する。1980年代に入ると、人気連載作品からの引き継ぎがうまくいかず、部数競争から脱落していく。1980年代初頭には、ルンルンカンパニー、クルクルクリン、プラレスサンシロウ、スクラップ、ブック、ブルー、ピーター、気分は、 グルービーなどライトな画風を持つ作品が人気作となったが、1970年代後半の爆発的なヒット作に匹敵する作品に恵まれず部数が大きく落ち込んでいった。1985年に壁村大さんが編集長に復帰。この時期には、レッツダチコー、とコ連などといった番長者、不良者の,の漫画が大幅に増え、チャンピオンの暑さ、 男らしさが形成されていった。1986年に開始された極道漫画、本気は、続編を含めて10年以上続く、長期連載となり、チャンピオンの看板的作品になった。この時期の代表作は他に、大甲子園、おはよう慶次郎、4P 田中く熱笑い、花沢高校、怪人ヒーロー、魔界都市ハンター、魔界学園、セパハン、 原宿拳組、風のフィールド、一と二、激闘。荒橋高校ゴルフ部、その木にさせてよマイマイ、マイなどがある。1991年、指名ロゴが現在とほぼ同じものとなった。また、この頃、三四郎に、男端、シャカリキ、うだうだやってる暇はねえ。覚悟のすすめなど、それまでの不良漫画主体だった紙面から一線を隠す、若手作家による、 個性的な人気作が台頭するようになる。また、1991年と1993年に、それぞれ連載開始した、グラップラーバキと、浦安ステッキン家族は、続編を含めて20年以上にわたり、チャンピオンの看板作品となった。1994年、月刊少年チャンピオンや、プレイコミックを担当していた、大塚光平が、編集長に就任。 優秀の門、グルームパーティー、学校階段、鉄鍋のジャン、ドカベンプロ野球編、ケイシロ特攻天女といった、多種多様なジャンルの人気長期連載が、次々と開始、また読者コーナーも1995年1号に、開始した、チャンピオンカップが長期間続き、以後2000年頃まで安定した、紙面構成が続いた。とりわけ、ドカベンプロ野球編は、 連載開始時に、テレビ番組など各種メディアでも大きく取り上げられ、話題を呼んだ。その後も、冒険ファンタジー、フルアヘッド。ここ、悟空道、お色気学園もの、お山。菊之助、コメディ、おまかせ。ピース電気店、月中真心瓶、ショートギャグ、おやつ、頑張れ、すめしぎごく。不良の富士県スポーツ、満天の星など。 各ジャンルにおいてヒット作が続いた。2000から2001年頃には7か6、17、英検といった萌え系と称される傾向の作品が開始し、1995年以降7年間続いていた読者投稿ページチャンピオンカップもブロッコリーとのタイアップにより、同社のマスコットキャラクターであるデジキャラットを MC に据えたデジコのチャンピオンカップへと、 リニューアルされた。ストーリー漫画では、その後長期連載となる、小判」や、ラーメン漫画、虹色ラーメンなどの安定した作品、得意な作風で知られる漫画太郎の、樹海少年図一やアニメと、全く違う展開を見せた、コミカライズ作品、スクライドなどの挑戦的な作品も見られた。2002年には、大塚洸平に代わり樋口茂が、 編集長に就任。1990年代のチャンピオンを支えてきた長期連載が軒並み終了したが、それに代わる人気作が生まれなかったため、紙面は不安定な状態となり、部数も大きく落ち込んだ。ストーリー漫画、スポーツ漫画ともに短命に終わる作品が乱発され、悪滅、一本、など2から3年の連載が続くのが良い方という状態に陥った。 また、2003年から2005年までは萌え系漫画が減少し再び不良漫画が増加したが、番長連合やナンバ MG5 以外は軒並み低調に終わった。それと前後して紙面におけるメディアミックス系コミカライズ作品も掲載されていたが、カオシックルーンやマイヒメなどのコミカライズなどを例外としてどれも低調であった。一方、ギャグコメディ漫画では、 無敵看板娘がヒットし、アニメ化もされた。コメディ漫画はかつて毎回15から16ページが、業界の標準であったが、同志では、以後、8ページ以下のショートコメディの連載本数が増えて、くる。前述の読者投稿ページは、チャンピオンロード、黒チャンピオン等と1から2年足らずのスパンで、変更され低迷していたが、2005年1月に、 開始した西口プロレスとタイアップしたチャンピオン投稿コロシアムは安定した人気を獲得し2013年9号まで続いた。ゲーム紹介欄は2004年にそれまで掲載されていた電気図の園に代わりカグラツナを起用した電遊日記が開始し2009年まで続いた。2005年10月には編集長が 沢講師に交代し、大幅な紙面改革を断行する。それまでの連載の大部分を2006年度中に入れ替え、通常連載では、救済をできる限り行わせない骨太の方針に変更した。2006年20号から2009年1号まで、表紙に、これ楽しい、これ面白い、というキャッチコピーを用い、車田正美による、セイント、 聖夜の続編、セイント、聖夜ネクストディメンション名王神話とその、外伝的作品の連載、セイント、聖夜ザ・ロストキャンバス名王神話を立ち上げた。その他、ギャグでは、三つどもえ、侵略、イカ娘、不良漫画では、クローバー、スポーツ漫画では、エンジェル・ボイス、弱虫・ペダル、バチバチシリーズ、その他では、ブラック・ジャック創作秘話、 手塚治虫の仕事場からなど各ジャンルで話題作を輩出している。いくつかの作品はアニメやテレビドラマなど他のメディアにも進出し、中でも弱虫ペダルはチャンピオンの看板作品となった。また、前述のチャンピオン投稿コロシアムが好評を博し、長年3ページで固定されていた読者ページ枠を4ページに拡大させた。2009年には、 創刊40周年記念企画として過去の人気連載の新作読み切り作品を多数発表した。また、その企画の一環として新しいキャッチフレーズを公募し、その結果、何でもありの無差別級漫画雑誌が選ばれ、以後2010年52号まで表紙に用いられた。40周年記念企画スタート号となった2009年17号の 指名ロゴは1977年頃のものが使用された。長らく、ドカベン、浦安、バキに大きく依存していた、週刊少年チャンピオン初の少年チャンピオン、コミックスの売り上げも、上記の連載作の登場によってその割合が弱まり、全体が底上げされた。このため基本的にグラビアが多くを占めた表紙も、再び漫画作品を全面に出したものが、 増加するようになった。しかし、スケ、とかはひとしや佐藤高弘など制御した漫画家もおり、それに伴い絶筆となった作品もあり、特に佐藤高弘が最後に掲載した2018年33号は、発売と同時に柴叩く間に売り切れる店も少なく、なかった。2016年3月15日、電子版の配信が開始された。配信当初は、 木曜日に、紙の雑誌で発売した内容を、翌週の火曜日に配信する形で行われたが、2017年7号から、紙の雑誌が発売される同日に配信されるようになった。ただし、ドカベンドリームトーナメント編と、関東グラビア企画ページ、週刊少年チャンピオンアイドルフォトジェニックは、未掲載。電子版限定として、佐藤孝弘追悼記念による、 バチバチの復刻連載、ボスレノマ囚人陸外伝の連載開始記念に合わせて、囚人陸本編の第1話と第2話を再掲している。2017年6月、12年弱にわたって本誌を牽引した沢に代わって、向川慎吾が編集長に就任。2018年6月、上半31号にて、中断期間を含めて46年間連載していた。 ドカベンシリーズがドリームトーナメント編の最終回をもって完結。2019年に創刊50周年を迎え、必死こいて半世紀というキャッチコピーを用い名作や2019年時点の人気作のリバイバル再掲載を毎号掲載している。同年46号からはチャンピオンの歴代編集長の活躍を描く漫画、チャンピオンズ週刊少年チャンピオンを作った。 男たちの物語を連載。また、グラップラー、バキの第1話が、板垣圭介本人によって、セルフリメイクされた。この時期の代表作は、ギャグでは、吸血鬼すぐ死ぬ、コメディでは、まあ、入りました。イルマくん、恋愛漫画では、実は私は、不良漫画では、シュガーレス、六道の悪女たち、スポーツ漫画では、針金サービス、その他では、 囚人陸、ビースターズなどがあり、いくつかの作品は、アニメや、テレビドラマなど他のメディアにも進出している。他メディアと連動した、コラボレーション連載も引き続き実施され、バイオハザードや、劇場例8月のシンデレラナイン、ルパン三世のコミカライズ版を連載。また、スピンオフ作品の連載も行われ、囚人陸の外伝的作品である。 ボスレノマ囚人陸外伝やワーストの外伝的作品であるワースト外伝グリコを立ち上げている。2021年11月25日現在連載中の作品。救済中の不定期連載作品や短期集中連載作品も含む。成田清美。 壁村対三から1981年46号、阿久津国彦上長越谷壁村対三岡本三氏大塚公平。映画評論家、二階堂拓也でもある、樋口茂2005年47号沢孝氏2017年26号、向川慎吾これらの部数は交渉値や推定値であり、実数ではないことに注意を要する。以上は交渉値による発表である。 以上の部数は全国出版協会発行の出版指標年報掲載の推定値であり、交渉値とは性質が異なる。1970年に月刊少年チャンピオンが創刊したが、同社発行の冒険王から漫画部分を吸収する形で兄弟子の立場になった。その後、新人作家の読み切りを主とした増刊号が刊行され、 1980年代前半には、青年史として、週刊少年チャンピオン増刊ヤングチャンピオンが、不定期に刊行されていた時期もあった。現在は、定期的に刊行される増刊号は存在しないが、ハンマバキの総集編や、毎度、浦安鉄筋家族の新作と傑作戦、新人ギャグ作家の読み切りを掲載した、毎度、浦安鉄筋家族増刊などが不定期に、 観光されている。少年チャンピオンに関するカテゴリー、ありがとうございます。